元気です。元気にしてます。体重は変わらない。健康チェックありますか。はい、あります。57.7 ほとんど僕は。減らない。でうんちは何個で、うんちは、そっか、60いかないんですけど。いかない日が多いですよね。48個から最高に出てる人生みたいな。体重は落ちてるから、ね、まあ、そういう。じゃあちょっと出しますね。いました。可愛いんだけどね、太ってると。触り心地もいいし。ふわふわで。あ、でもこの間58だったからさ、はい、まあ1g減ってますよね。いや、あん、要はね、2%。だから50、何グラムになりますね、2% で。57の 0.02 は、1グラムぐらい。減っても、それぐらいですよ。こんな急激に3グラムも4グラム減ったら、病気になっちゃいますからね。で、だから、まあ、もし、まあ、これ、ここだとお家で測れるやつよりもちょっとラフなんだけど、そんな溜まってないね。僕にはどこだ、正味の体重とか。まあ先生の教えていただいたようにちょっとずつ餌減らしたりとか、減らしていうか、あの間空けるように、そうそう、ない時間を作っていただけるといいんですよね。でやってるところなんですけれども、はい、今何時間ない、ない時間、食事がない時間が 何時間ぐらいですか。4時間とか。あ、いいですよ。そんな感じでちょっとずつ増やしていってください。うん、で、お水はまあ24時間置いておくとしてね、あの食べ物はもう最終的には、あのこの子は男の子だから、うん、食事のある時間は8時間、うん、ほらない時間を16時間に していけれると、あの血流が良くなって脂肪も安くなるかなと。だから、あの辺はやってないんだよね、ひまわりとかナッツとか。あ、最近もうやらなくなりました。うん、まあ、それこの子にはちょっとやらん方がいいね、ひまわりナッツはね。で、野菜はやっていいし、あとヘルシー豆腐、乾燥ミルワーム。ヘルシー豆腐はやっていい。乾燥ミルワームは、なんかリンが多いんですよね。そうなんですけど、これでどれぐらいのペースでやるんでしたっけ、乾燥ミルワーム。1日おきに、だいたい1匹ぐらい。週に3、4回。はい。いいじゃあ、これも、大好き。すっごい好きですね。うん、やっぱり。本当はこれもさ、まあリンがちょっと多いからさ、まあ週に1回かに1、2回にしてもらった方がいいかな。もしできるんだったら。はい、そうですね。うん、じゃないとこの体重ではまだちょっとさすがに重いから。はい、徐々に徐々に。そう、でできればまず50は切った方がいいかな。本当は40なんですよ、ジャンガリアの人。でも40まで持っていかなくていいんで、まず50切ってほしいから、 1g 減ったのはいいことだと思います。で、あの寄生虫を予防する薬ね、はい、1滴後につけますね、はい、1ヶ月予防できますんで、はい、モキシデクチン1滴垂らすだけ、はい、ちょっとこういう風になっちゃいますけど、しばらくすると消えますからね、はい、それでこれモキシデクチンは、まあ、あの体表の寄生虫と、うん、消化管内の寄生虫と、それからなんだっけな、血管内につく寄生虫が予防できます。はい、でこの観察はいい感じでできてるみたいなんで、私が知りたいのは体重の移り変わりと便の数、ここが知りたいで元気だということ、はい、ここを引き続き観察してください。だからもう2枚出してきますから、で次回は元気にしてくれてたら1ヶ月後見してもらっていいですか。でその時に車を夜したりしなかったりするしなかったりっていうのがあって、だからこれはさ、こんだけ体重があるとさ、しんどい。あ、そうか。だからもうちょっと軽くなるとやれるかなと思うんだけど、多分ね、こんだけの重さだとやっぱ足腰に負担かかりますよ、いくら若いと言えるも、
だから週に 1g ぐらい、ってことは土後で 4g か 5g 減ってれば理想なんですよ。で今ない時間が2時間とおっしゃってたから、ちょっとずつちょっとずつない時間を作ってもらってね。先生、質問で、あの1日 の, あの夜にあの8時に、あのその日1日、翌日の夜8時までにあげる分で、大体 3.6g で測るんですけど、はい、それを例えばあの4時間空けるとか6時間空けるっていう方法とはまた別に、なんか例えば 3つの時間に分けて、あのそれを3等分してご飯をやるっていう方法はやってもいいんですか？24時間は3等分？24時間3等分してご飯をあげる、じゃなくてやっぱり開けた方がいいんですか？時間が絞れた方がいいね。あ、そうなんですか。でその 8時間の間はもう好きなだけ食べさせていいですから、食事の量を減らすんじゃなくて、だから食べる時間を、ね、24時間のうち8時間だけにしておいて、でその間はもう好きなの、まあ、好きなのって言ってもこの子のはひまわりややめといた方がいいと思うんですけど、ハムスタープラスとか野菜とか、そういったのをやった方やるんですね。そっちの方がいいですか？3回に分けて、3回に分けるとちょっと体を飢餓状態に持ってきたいんですよ。だから24時間の3回に分けてやれば全然飢餓状態にならないからさ、飢餓状態になってちょっと血流を良くして代謝を高める、それでちょっと体脂肪を燃やすということが目的なんで、あと野菜に、そう今までやってる人参食べてるんですよね。人参ブロッコリーおすすめの野菜は、まあ、言いましたっけ、人参ブロッコリー、かぼちゃ、しいたけ、そこら辺があの体脂肪が燃えやすいアミノ酸が入ってますんで、そういうのもちょっと野菜あるとあればね、どれかをちょびっとやってもらうといいですよね。ペレットで 3.6g をあの2つのペレット混ぜて合計でやって、野菜はどれぐらい、あの具体的に何本とかどれぐらいやってもいいんですか？そうですね、なかなかあの家の量りが 2g からしか量れなくて、難しいですね、それはなかなか。まあでもあの21日で 5g ぐらいやってもいいですか？全部食べるかどうか分かんない。あ、そんなに食べちゃえばいいんですか？ただ野菜こそ長いこと置いておくとしおれちゃうからさ、特に野菜なんか、しおれたらは下げてほしい。新鮮な野菜をあげて、はい、果物もやっていいですよ。はい、果物も糖度の高いのはやめてください。スイカもあんまり甘いやつは、まあほどほどのやつだったらいいですよ。例えばリンゴとかですか？リンゴとかバナナとかいいですね。あ、みかんとかで、スイカもそんなめちゃくちゃ甘くなければまあいいかなと思いますけど、メロンとかさ、あの巨峰とかね、あの辺は糖度が高いから、あの辺はやめといてほしいですね。野菜 5g ぐらいまで OK、結構揚げていいんですね。いいですね。ただそんだけ全部食べるかどうかは分かりません。これちょっと しばらくベタっとしますけどね、お口で口の液体が入ってる、手から食べます？食べ物、あ、手からはよく食べますね。どんどん手から食べさせてくださいね。はい、あと先生最後に1個、はい、あの夜の8時に、はい、あの餌をあのそのやったりとか、あの部屋 あの汚れたところを取ったりするんですけど、はいはい、その時に、少しでもあの段ボールケージみたいなの結構大きめのを作って、そこを運動させてるんですけど、あの掃除してる間、はいはい、それってしてもいいですね。とってもいいですね、なんかどうしたら動くとかあります？そうなんか難しいとこですけどもね、まあ、あのそれこそおいでっつって食べさせる、それも動かなきゃ取れないので、まあ、最初は短い距離でだんだん距離を長くしておいでっつって、ハンドフィーリングするのがいいじゃないですか、動かそうと思ったら。わかりました。じゃあ回し車もあの体が軽くなってきたらちょっとずつ、そう昨日の夜はよくやってたんですけど、一昨日シーンとしてて、それともあと気温もあるかもしれないですね。一定にして、一定というよりも、まあ、あんまり暑くて湿度が高かったら、僕らもそういうのすごく動きたくないじゃないですか。そういうのもあると思いますけどね。大体温度はこれぐらいなら大丈夫ですか？いいと思います。エアコンでキープして。はい、だからそこあの結構強いですよ、暑さにも寒さにも。そうですか。人間よりも。この子たちは。まあでもどっちかというと暑さの方が弱いかな。寒さには結構強い。
と思いますね。わかりました。だからまあ人間が快適な温度にだったらもうこの子たちも快適ですからね。うん、熱中症にならんよね。この季節熱中症になると、熱中症って言葉は優しいけど多臓器不全だからそれで亡くなっちゃうことがあるんでね。じゃあこちらはお渡し、はい、またつけてください、はい、で受け裏つけて、また裏つけて、でもう2枚出しておきますから、はい、そうすると1ヶ月募集あるから持つと思いますん で、はい、で途中変わったことがあったら相談してくださいね。もちろんありがとうございます。だからまあまあ元気でしてくれたら1ヶ月後で、できればそう1週間に 1g ぐらいを目標に減るんじゃないかなと思います、うん、はい、野菜はねガンガン食べさせていいですよ。そうするとお腹いっぱいになってさ、そう食べるカロリーが減るかもしれない。そうですね、フェレット減るのが、食べるのが減ったら、それはそれで良いこと。そうです、良いことだと思います。うんちがもうちょっと出てほしい。60、ジャンガリアンだと60から100ぐらいと思います。頑張ろうね。いいですか。分かりました、はい、はい、じゃあ、観察用紙受付出しますね。はい、ありがとうございました、はい、先生、はい。